さあ始まりました、はい、リンクの丸丸特等席。お、あれ顔メンツがまたですよ、はい、またいるわけですよこれ。いやいいですね、やっぱ、はい、先週でもう終わり言うとったのにな。そうですね。何が起きたこれ、何が起きたんでしょうね、俺もわからないそう、まあプロデューサーからの、まあ、お私がそう、このまま6人でいいんちゃう。あ、もうそのまま、うん、俺はかまへんけど。あ、助かるし、僕はすごい喋る量減ってから、ね、楽できるもんなこっちが楽できるから。省エネ省エネ、人数増えれば増えるほど俺ら仕事せんくなってくる。そう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 それは全然いいねんけど、ちょっともっと声張ってよそれ、うん、いいよ、あ、すいませんが彼らも結構楽してるな、あんま。そう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 、ちょっとじゃあ端っこからお名前お願いします。自己紹介を。ガウスです。あ、新しいキャラ。あ、中瀬さんです。あれ、コンビこんな感じでしたっけ。でも仲良くなったってことね。あ、そう、そうか、もう解消ね。よかったよかったよかった。イスギスは解消されたよ。そう、そろそろもうしんどなっていたなって喧嘩する、はい、もう無駄な体力使えてくれない前回結構バツバツでいきます。しけんなー。じゃあちょっとこっちが、はい、じゃあ私も藤原優太です、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、森本龍馬です。はい、安田亮です、お願いします。はい、はい、ということでね、このメンバーで今日やっていくわけですけれども、はい、ね、もうすぐ、今年も終わりになりますけどもね。そうですね。今年もね、もう結構長い間でね、毎週長い間ワロップやらせていただいたんですけれども、ちょっとバラエティ番組やのに、実はこの番組意外と王道やってないよね。王道、そうですね、王道とザ・バラエティっていう王道やってない。まあね、そう、毎週やってない。そう、ね、お前それは邪道しかやってない、お前は。お前は邪道の言葉しか言ってないで、ほんまに。そんなことないよ、下ネタばっかり言いやがってよ。はい、はい、はいはいはい、もちろんです、もちろんです。ほら、見てみよ、お前。やっぱこの3人はちょっと置いてもらおう。急に洗脳され始めたら、あれ急に、早いな。もう3人体制で俺が近道だと思ったから。あそこ自分ないやん、もう。あそこやつ自分ないやん。やめてください、そんなこと言うの。持ってます、持ってます。これもうほら自分しかありません。一、ね、人よりも下が2人よりも3人。いや、しい長いものに曲がってるだけだ、それは。いや、全然長くないからね。ちょっと今日はあの王道でさ、はい、あの大喜利をちょっとやってみたいな。大喜利、はい、意外とやってないからさ、大喜利みんな。いや、難しい。それは嫌やな。意外とこの番組ではあんまりやってないからね。いやー、楽しみですね。いつもアウトローしかやってなかったから。そうそうそう、変な道しか行ってないからな。僕、判定係。原因この人だから。さあ、リンクの丸丸特等席やっていきましょう。ということでね、大喜利やるぞい。大喜利やるぞい。じゃあ俺お題出すぞい。お題出してくれ。パパ答えるぜベイビー。答えるぜベイビー。今来るぜベイビー。なんか悪口言ってる。おさくさに紛れて、おさくさに紛れて悪口言ってます。悪口言ってる？うん、嘘言ってる？なんか死ねえって聞こえたから。死ねえ言ってない。言ってない。死ねえ言ってないで。言ってない。死ねえ言ってない。勢いで言ってない。死ねえ言ったわ。死ねえ。嘘。いや、面白いこといっぱい言うぜ。ああ、そういうことね。大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫。一回落ち着いてな。いや、お笑いいっぱいもらおうと。ちゃんと考えなあかんからな。笑い取る今日は1回やね、今日。じゃあちょっとみんな回答してもらうから。はい。はい。ちょっと構えといてくれよ。はい。ちょ、僕フリップなんやけど。え？ここ。あ、こっちで書いていいの？あ、君そっち。龍馬さんサイズ。いいの？でっかいサイズ。君じゃあで、君回答書くん？え？書くん？あ、書かんでいいけ？別に書くやったら書いていいよ。ほんまに？あ、うん、なんか判定係するわ。これ。いや、僕もあげますよ、これ。そうだな、お前。全然。僕もあげますよ。そんな感じだと僕判定係するわ。いやらしいな。ありがたいな。変な下り一個追加されたな。しゃーなしね。はい、フリップに書く形で大丈夫です。あ、フリップに書いて出してもらう感じで大丈夫です。了解です。ちょ、誰が何ポイントか、これあれかな、出すタイミングとかも重要やからね。あ、そうですね、大喜利ってね。そう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 、とりあえずこれ滑ったらこれで救済策入るから。これ救いに来てくれるから、ピンがいいね。この方すごい便利。何、誰が何ポイントって書いてよかったね。あーあーね、書く、見えんようにしてよかった。あ、ポイントな、ね、そうやな、最終的にな、ね、うん、頭の中で。そうやな、そう、頭にあるから。まあ、両方の中で大丈夫。ロビさんのホワイトボードに計算ミスしても文句言わんといてね。それは文句言いますよ、まあ、それはしゃあない。あ、しゃあない。そうそう、あの、これ鳴らした時、僕のさじ加減で点数引くから。わかりました。わかりました。そうそうそう、いや、俺もさ、判定してくれるということで。これ点数マイナス、はいはいはい、救済させたっていう、あの、労働力。なるほど。そこなんだ、対価が。僕の労働力。雇われてんねんな、お前。大変やな、お前。なるほどね。チンさんに。陳さん、陳さん、陳さんにちょっとね。じゃあちょっと1問目、じゃあ早速いきましょうか。はいはいはい、はい、大喜利です。じゃあ第1問いきます、はいはい、新しく干支が追加になりました。その干支とは。
なるほどね。いいいいいいよ。まあまあ、いいだいですね。フラットね。何がフラットね。何でも書けんで自分らこんな。そう。誰誰が一番最初に書いてもいいし。何やってもいい感じだし。ちょっとなんかいいね。動物系で攻めるのが。何でもいいんですよね。何でもいいんですよね。別に。何でも全然。もう全然全然。もうそんな動物おるみたいな。はいはいはい。はい。お早い早いな。おい。あら早いな。やっぱ考えたんです。あ、考えてた。えと考えてた。そんなやばかった。毎日考えてたんで。そう。すごいな。新しいえとですよね。はい。じゃあ行ってみましょうか。行きましょう。はい。新しくえとが追加になりました。そのえととは。はい。はい。どうぞ。アンリ。What's the day? What's the day の ？What's the day の？言うてる人俺らしかおれへん。What's the day? What's the day? 無敵所属のアンリ。What's the day?じゃあ中で出してあかんねんこういうの。こういうしょっぱなしょっぱな出すやつちゃうで。ほんま大喜利にしたらこういうの出てこへん思とったのに俺は。あかんねんて。え、裏ちゃん出さへん人やってやそういうの。いやもう今の僕信じとったのに俺。裏ちゃんとりあえず今3800ポイント。じゃあ僕行っていいですか。そう。じゃあ行く。僕じゃあ行きます。はい。新しくエトが追加になりました。そのエトとはメルル。これダリルの兄ですね。これダリルの兄なんです。ダリル続くんかい。これできたな。メルル。そっちだ。こうできたら。ダリルの兄ですね。これ。なるほどね。ちょっと誰か見たってほんまウォーキングデッド。ちょっと僕見てなかったら申し訳ないから3800年。イエーイ。そうでしょう。イエーイ。抜かれへんやそれ。いや、じゃあさっきの3800年。スーさんじゃあ行きますか。はい。じゃあ新しくエトが追加になりました。そのエトとはチンアナゴ。あの彼はいつからあんな下ネタに寄せていくようになったの。しかも丸にする必要ある。あーを隠したことによって余計にな。もう別の方向狙ってるもんな。もうちょっとそんなことないですよ。彼はもう顔がチンアナゴみたいになってますもんね。いやでもいいね。誰がチンコですか。言うてない。すぐ持っていく。もうそういうすぐ言いたがる。もういいねいいね。いやちょっと下ネタはダメだと思います。いや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 、これをそれなんかそれ下ネタみたいに言ったら余計あれやから。そうそうそう、そういう感じに言うのやめてもらって。チンアナゴと並べるのやめてもらっていいかな。架空の人物。いやそれ並べてあかんから。いやいやいや、お似合いとかじゃない。ちょっとコンビみたいな感じします。いやいや、コンビじゃあかんよそれ。ちょっと怒られるから。あーいいね。いやいやいや、これほらこれね、ちょっといじられてるから。チンアナ、チンアナ、もうさ、ほんま来年からこの番組深夜帯なんだ。それ嬉しいね。嬉しいな。嬉しい。それはそれで嬉しい。それはそれで嬉しい。言いたいこと言えちゃうから。じゃあちょっと1問目こんな感じで OK ですか。なるほどね。これでも難しい。これ1本とかの判断全然わからないんだけど。1本の判断が結構難しいね。そうですよね。みんな面白いからいいよ。全部じゃあ全部今のはとりあえず1本で。みんなとりあえず1本。いやいや。サーブオーケー1本になりました。1発目は。じゃあ次行っていいですか。行こう。はい。じゃあ次ですね。主婦が万引きで捕まった時の言い訳ランキング50位。ああ、50位。50番目ってことですか。50番目。1番目じゃない、50番目。ちなみに1番目は何なんですか。1番目ですか。1番目は申しません、すいません。あ、なるほどね。あ、申しません。これ定番。これは王道。こういう定番のやつやから。こういう定番から行って50位。ずれていって50位だ。まあ何人かは言ったんかな。まあそうやね。ものすごい少ないけど何人かは言ったやろ。結構な数万引きしてるよね、主婦の人も。意外と許されてるかもしれんから。そうそうそう。50位ぐらいで何人かいけるんかもしれんね。意外とね、1位のやつとかはね、ちょっと定番すぎてね。そうやね。なんかもうさらに煽ってしまう感じあるからね。もうしないですってみんな言うねんみたいな。もうみんな同じこと言うからね。絶対やるからね、それ。意外と50位の人はやらへんかもしれん。はい。あ、いいね。じゃあ主婦の人が万引きで捕まった時の言い訳ランキング50位はマスオさんのボーナスが減ってしまって。いやそれ特定してるじゃん。来た人が結構問題やねんけど、わりかし有名な人来てんねんけど、これマスオさんのボーナスが減ってしまって。でもこれが50位にランクインするってことは、何回もあの人が多分何回も繰り返してるやろな。そうそう、毎回これで50位まで一人で持っていってるから。もう癖になってんのやな、あの人。そうそう、一人で毎回持っていってるっていう、ね、いやアニメでは表現されないところで。そう深い闇やったな、ね、サブストーリーね。闇深かったわ。あ、浦さん行った、はい、あ、じゃあ行きますか。ました。万引きで捕まった主婦が、言い訳にするランキング50位。ちょっとあれやってん、夫がアンリをもっと安く欲しいって言ってきてん。もう使うなよ。ほんまいいんすか。使ってきた。しかも何、アンリさん万引きされてるんすか。
アンリ欲しいって言ってきて元安くじゃあでも言い訳としてはもうだいぶ斜め上の方向を言ってるけど何を言うかアンリの DVD を買おうとしてあそういうことなのか、ね、どういうあれ何をだからどういうシチュエーションあわよくばアンリごとみたいなところありますけどアンリごとそれ誘拐やってるシチュエーションが全く分からへん1本ですかね1本ですかこれちょっと惜しいねあでもならなかったダララララうんあーぐらい8ぐらい惜しいね、はい、ちょっともうちょっとね何を盗んだか情景見えたら、はい、まあなってないからなかなかいい感じよ判定の人が割と真面目やなはい、はい、じゃあ行きましょうか、はい万引きをした主婦が、言い訳にするランキング50位はこれ取らないと俺のチンアナゴ触らすぞって言われていやもう全員全員引きずりすぎやろこの2人アンリとチンアナゴしか出てこない自分のネタですよもう引きずりまくってるやんもう誰抜けしかないの引きずりまくっとるなすごいな今の回答チンアナゴしか残ってないそうやな今チン俺全員の文章全部消えてチンアナゴしか残ってないチンアナゴしか印象に残ってないマジでどうする次行きますか次じゃあ次のお題いきましょうか、はい次のお題、強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が生まれた瞬間に発した一言目はニューゲーム、うん、強くてニューゲーム最強の状態で強くてニューゲームどういうこと、うん、強くてニューゲーム分からへんなもう最強の一回もう鬼倒してんねん、はい、もう最強になった状態からまた生まれ変わった桃太郎があクリアした後からそうクリアした後にその状態でまた最初からクリアしたら変身するな桃太郎ってまあ、ちょっと待って強くてニューゲーム分からへんかマジで分かる分かる2人書いてるけど分かるもう書いて分かるやん割と分かるんで桃鉄でしょこれちゃう桃太郎よあ桃太郎桃太郎ニューゲームとか言うから何ニューゲームっていや強く新しいゲームってことですよねちゃう強くてニューゲーム自体が1個の単語やるもんえ何ネットマジで分からへんネット用語いや普通にある用語的なことですよね多分それねアンリとどっちが有名全然強くてニューゲームのが有名やん嘘普通知ってる嘘うん何強くてニューゲームって生まれ変わったってこといやちょっとほんまに分からんの死んでたほらおおおいやお前お前のせいやろお前なんで分からへんねん何で分からへんねんそんな普通さあやっていきましょう、はい、リンクの丸丸特等席大喜利はい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 用意してたもん強くてニューゲームでねじゃあ、ね、ちょっと大丈夫なんか半分分かってない人おるけど強くてニューゲームで強くてニューゲーム、はい、多分見てる人分かると思うねんけど、はい、まあ一回クリアして最強状態で、はい、また最初から始めるオープニングから始めるっていうあ、はい、強い状態でそういうことですねそうでお題が覚えてないねお題が、まあ、強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が生まれた瞬間に発した一言はい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 あのうらちゃん最初おったからなはいじゃあ行ってもらおうかじゃあ強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が最初に発した一言ははい最初からレベル100で戦うなんてそんなんアンリ使ってる俺これ嫌いじゃないなこれ俺これ嫌いじゃないなちょっと待ってダジャレダジャレかなダジャレいやちょっとそんな悪くないねんけど、ね、どこが面白いのかちょっと説明してみて横の人ゴリゴリするせっかく線引いてんのにもう一回説明させるちょっとじゃあウラちゃんごめん横の人あんま分かってないから横の人にちょっと説明してもらっていい説明ですかこれを説明どこが面白いんかちょっと説明そんなんアンリそんなんあんりよくわかんない待って今一回受けたらいっぱい使うなもうあんりを自分のものにいやしようとしてるないい、ね、取り入れようとしてるなほんまに好きやないいちゃんと買ってあげてよほんまにそれで、うん、ちゃんと持ってる人しか言ったら今のは今いいねいい今のいいいいねいいねいいっすかいいじゃあさピクリともしてなかったけどいいっすかいいっすか表情そんな出へん人やったっけそう僕はい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 じゃあゴーシの方が早かったなはいじゃあ強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が一言目に発したことはもう生地とか普通に食べたけどこれよねこういうことよ要はけどこういうことですよそういうこともう経験しますよと、はい、なるほどもう終わってるんですよ、はい、そこはっていうねはい、はいはい、じゃあスーさん行ってみようか強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が一言目に発した言葉天井天下ゆいが一人プレイいや今の言い方やな言い方やな今の勢いやん言い方やな今の勢いやったら言い方でもすごい全然意味わからないんだけどほんまにこの文章の意味わからない天井天下いやもうじゃけどまあ文章の意味半分以上わからなくてももはや今のリズムでいけるまあでまあほんまにリズムでいけるで今のちょっとすずさんもう一回言ってもらっていい
天井天下ヨイが一人プレイ。今のリズムでいけるやろ。リズムで食べれるよ俺は。リズムで美味しい感じになる。これ分かりやすくもうちょっと言えます。あ、分かりやすく言えます。じゃあスーさん行きましょうか。はい、じゃあ強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が一言目に発した言葉。俺無敵やん。いや、あいつほんま。なかなか回転いいな。あいつちょっと頭の回転がなかなかいい。素晴らしいな、ちょっと柔軟性あるな。顔も作ってきてるからな、うん、もう今日安定してんな。今ドゥ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 ってちょっとポッポッと上がってるんで、ちょっと上がってきた。あ、もういってるよこれ。ちょっと今一応ごめんな、判定の人が一回も今日ドゥ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 言ってないから。3点、3、2、1ですか。ちょっとあんまり点数覚えるかな。おいおい、後ろで確認してくるから大丈夫。後ろ、うん、大丈夫。後ろで判定の人おる。あるんですか。判定の人おんの、まだ、うん、おらしてる。あ、ほんまに。そうそうそう、記録係。そうそう、うん、コトゥーゲ来てもらってるから。コトゥーゲ、コトゥーゲ来てもらってる。いや、ちょっとやめてくれるかな。リアルな名前出すのやめてもらえるかな。いや、もうで本当じゃあ行こう。書いてるけど、まだある？はい、まだある。おー、まだある。いきます。じゃあ行きましょうか。いいね、みんな結構なかなか。じゃあ強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が一言目に発した言葉。鬼？鬼？え、おじいさんの方が強いけど。ちょっと待って、これいいじゃないですか。今日一うまいんちゃうの、あれ。今日一うまいんちゃう。ちゃんと大喜利してるで、あれ。わい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 。今日一うまいと思う。真面目にやろ。いやいやいや、ちゃうじゃね。俺もそういうの書きたいけど。そうやね。一応今ゴーシー言ってること合ってるからな。わでわでわで。今ゴーシーでも間違ってないからな、ほんまに。アンリとチンアナゴが。そうそうそう。アンリとチンアナゴしか出てない。しがみつきすぎてる感はあるから。ただけど早いな、書いてるな、もう、ね。すごいすごい。結構みんな出てくるな。わ、なんだろう、これ喋ってった方が早いよね。きっとね、書く。はい、はい、じゃあスーさん行きましょうか。強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が一言目に発した言葉は。じゃじゃん。そろそろ桃じゃなくて自然に産んでくれません？なるほどな、もう何周目か分からへんねんな。もう一回経験してるからもういいよ。何周したか分からへんねん。普通に産んで、ね、別ルートがいい、普通のルートがいい、ね、相当やり込んでらっしゃるのも桃太郎。はい、じゃあ行きましょうか。強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が一言目に発した言葉。やっぱ最初の小峠ゾーン辛いねんて。いや、お前せえ。まだ使ってる。そういうこと。生まれ変わってもまだ辛いのね、それ。やっぱ2回目辛いですよね、あの小峠さん、やっぱきついんやな。なんて日や思うから、うん、一番辛いのは小峠さんやけどな、ほんまに。すげえ、ギリギリだね。ちょっと判定の人、判定してる？してるしてるしてる。あ、大丈夫、僕判定しますもん。あ、判定して、僕も判定します。もう、変わってるんすね。もう、まあ、僕の君今日仕事しなさすぎじゃないほんまに。違う、僕の感想的には、うん、もうすごいみんな上げてくれるから、うん、感動してる普通に。どうすか今日もうだってもうクロックスで生きてるから。そうそう、いや、なんかすごい、あ、これ僕あれ清掃やから。はいはい、うん、はいはい、ゴーシー、はい、出るなこれ。じゃあ、強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が、生まれた時に発した言葉。実は犬だけもともと野良犬やで。ちょっとサバンナさんっぽく言うのが彼一番上手くないか。そうですね、今追い上げてますよ。純粋に上手い彼が一番やば。スーさんけど用意してるな、ちやばいっつったけど、はい、はい、じゃあ行きましょうか。強くてニューゲームで生まれ変わった桃太郎が一言目に発した言葉。やべ、次は顔面レベルアップしなきゃ。大事やってんな。ちょヒロインとか4つ目が出てない。確かに、あのルックスダメだからきび団子あげなきゃついてくれないんで。なるほど。確かに物で釣る感じね、はい、今回顔上げりゃもう自然ともうなんか軍勢ができるぐらいの。桃太郎結構現実の厳しさ味わってるね。はい、なんか女の子欲しいからね。さすが20秒ですよね。大事ですからね、うん、そうやね、さすが味気なかったからね。そうそうそう、塩味だから。塩味、もっとストーリー欲しかったやろな。視聴者増えるからね、うん、そう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 。じゃあちょっと次いきますか。次お願いします。はい、はい、じゃあマザコンの男の人の見分け方は。あ、ね、あ難しい。ちょっと難しいかなこれ。おお、マザコンの男の人の見分け方、ね、うん、まあ何でもいいですね。ほうほうほう。ちょっと確かに難しいよねこれ結構ね。ちなみにリョウさんはどうなんですか。僕ですか、はい、君らちょっとなんか間が空いたら全て俺に降ってくるな。いやいや、そんなことない。俺言うたけど用意してないからね。問題が用意してないから。じゃあヨロさん的にはどうやって確認するのかなと思って。あ、ちょっとね。でも森本的にはどうなの。なんで振り返しですか。森本的にはどうなの。僕はもう大体右乳首つねればわかるから。あ、右乳首つねる。そう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 、その時にうって言った人はまずはこう、おいって言った人は違う。ああ、そういうことね。それ確かにやったりする。それ S か M かの違いじゃないですか。それでいける、うん、そうそうそう。それ以外、それ以外ないですか。なんか顔とか
見分け方。まあ大体でもほくろの上半分に4つ以上ほくろある人はマザコンかな。ほくろの上に4つ以上、顔の上半分に、そうそう、半分の上に4つ以上ほくろある人は。ついに来ました。おお、スーさん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 のほくろ見てしまった。はい、じゃあマザコンの男の人の見分け方は、へその緒がついてるかどうか。長い、まだ繋がってねえな。俺あれ好き。だいぶ長い、だいぶ長いな。まだ繋がってねえな、もうマザコンとかいう感じじゃないよな、もう離れられない感じ。一心同体。そうやね、一心。まあね、まあね。食べ物ちょっと気にしながらな。そうやね。向こう行ってまうかもしれない。ジャンクフードばっか食ってられへん。ほんまに。はい。はい。じゃあ、マザコンの男の人の見分け方は、幼稚園じゃなくて保育園に行った人。それなんかリアルっぽい感じだね。それ偏見や。リアルっぽいやつできた。ちょっとね、どうですか今のはどうですか。うん、確かに保育園はね。うん、でこれリアルにでも見 ね、あのあれを見分けれそう。違う大喜利やから。君判定するってやんな。そう、一応大喜利やから。判定もユータに預けたから。評論家みたいになったから、ね。そう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 。今のはどうなんだろうと思った。なんか NHK の番組であったからほんまやめてそういうの。みんな今ね4ポイントですね。いい感じの。いい感じですよ。いい感じですね。スーさん来たね。じゃあ行きましょうか。マザコンの男の人の見分け方は。CPU のことをマザーボードっていう。いやー、俺は結構好きやけどな、これ。俺は割と好きやけどな。あれ、りょうさんってどっちで言うんだろう、ね、個人的には好きやけどな。あ、ちょっとごいさ早いな。じゃあ行きましょうか。マザコンの男の人の見分け方は、パンツのことをおパンツっていうやつ。それ違うね。あ、ちょっと彼なんかリアル路線で攻めてきてるね。そう、なんかほんまに、ほんまに見分けれそうなの。急にリアル路線で攻めてきてるね、彼。どうなの、ああいうのは好きなの。僕は好きよ。リアル路線は好きなの。うん、好き好き。ほんまに。うん、ちょっとやってみようかなってなるもん。ほんまになんか機械疎すぎて、さっきのマザーボードもよく分かってない。あ、全然あれ分かってない。カトンとしてたもんな。あれは全然分かってない。はい、じゃあ続いて。マザーボード何ってなった。せさん。じゃあ行きましょうか。マザコンの男の人の見分け方は、パンツのことをおパンツっていう。いや、使ってきた。使ってきた、横の人のやつ。汚いパンツ。横の人のやつ。どうすか、これ。恥ずかしいもなく使ってきたぞ。全然関係ないからな。スーさんリズム多いな。リズムで持ってくる。そうそうそう。さあリンクの丸々特等席、はい、エンディングのお時間になりましたが、はい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 。じゃあちょっと行きましょうか、裏ちゃんから。最後、最後一人一つな。最後なこれ。じゃあ先ほど続きですけれども、マザコンの男の人の見分け方は、じゃだん。俺のおかんめっちゃアンリー似てんねんとセクシー女優とおかんを同じ土俵に立たせてくるやつ。長い。でもそれはあのおる、こういうやつ。おるおるおる。なんか俺のおかん別に地球で最後一人になったらおかんだけるでみたいな。そんなおる聞いたことない。おっとおっと、友達連れてみんなで、え、嘘やん。いや、むっちゃ少数派やん、それ。そう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 。でもそういうやつおるから、ほんまに。いや、これはマジなやつね。怖い怖い怖い。マジのやつ。結構真面目なやつ。いいね。素晴らしい。しあまりアンリが頭に入ってこなかった。よかったよ。はい。おー、よかったよ。ついに。アンリ体制が。うん。じゃあ、次、スーさん行こうか。はい。はい、マザコンの男の人の見分け方は、牧場といえばマザー牧場っていう。俺もあのタグの使い方も合わせてやねん。俺嫌いじゃない。マザー推しやね。マザー推しやね。じゃあ、最後押し行こうか。はい。マザコンの男の人の見分け方は、マザーテレサで行くやつ。そっちで来た。そっちで来た。これは国際問題やね。問題になるけど大丈夫。大丈夫か。大丈夫。いろんな意味あるからね。そうそうそう。マザーボ、マザーテレサで。マザーテレサで行くやつ。4人目が。いいね。あの、下の文字のサイズ感俺は好きや。サイズ感も見てるんですか。いやいや大事やっぱあのサイズ感。そう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 、せかかかね、うん、そうえあの大サイズ感大事よ、ほんまに。まあ、チンアナゴもだけど、僕的にイメージはアンリー、うん、マザー、マザー、マザーで、マザーな、そうそう、あのほらマザーの使いの、あチンアナゴにもそう、はい、マザーの使いの、そうそうそう、はい、マザーテレサ、マザーテレサ、最後の回答、最後一回しか言ってないけど、これマザーテレサ、三角巾かなんかって、行くやつ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 ってやだな、一回ふざけたらこれや、ずっと真面目でやってたのに、一回ふざけたらこれや、そんや。じゃあちょっと判定大丈夫、はい、大丈夫ですか、覚えてますか。いやもう仕事放棄プレーが半端ないな。いやね、今回ね、まあ、ちょっと数えてたんですけど、はい、まあ、僕の独断と偏見で、ほんまにそう、結構同じなんです。マジ、そう、なるほどね。そう、そんなこと、じゃあ最終的な判断出しちゃってください。ちょっと聞いてみましょう。
ブラちゃん苦情ちょっとアナウンサーとしてあのニュース原稿のように書いてる書いてる出して出して出してなんていい日だほんま怒られるよなんでアルバムみんなの番やマジさ、ほんと仕事ね。ほんまに。俺この CM の1分間次何しようか考えとったのに、ほんまに。そんなまま前を考えときはもう邪魔ばっかし。行き当たりばったり。おい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 。叫んなよおい。おいお前叫んじゃん。一緒にお前がせえよ。座るんか。What the day? 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 ね。なんだほんまに。CM 中が一番面白いよね。面白いし面白かったらお前いやいやあれはこっち真剣やからいやいやこっち真剣なって今真剣で今回はもうみんなのほら番やからね譲ってあげたありがとうございますほら回答ほらみんな回答動画やって譲ったもクソもほぼ現場におらんかったでお前いないから思ったおったおった急やな急なキャラクターやなおったおった次何するのかなと思っていやなんかやろうかな思ったのがあんねんけど忘れたちょっともうまとまらんかってんかえこの1分でやばないそれえそれやばないえおかしいでなんかお題出してさ一人だけなんかさ仕事したみたいな感じだけどさお前もお題出してるだけやからなマジでよえお前何もしてない整理しとけよやることぐらいお前言うなやってなかったあそこの端っこのやつ上しか言ってんじゃんほんとか上ってすごいねしかもなんか裏じゃ買い取るしなんかいや、何も書いてないですよ何も書いてないそんなのまだ出し時じゃないまだ出し時じゃない分かった出し時出してくれたらいいから出したい時に出したい時出してくれたらいいからそれはな出したい時もうここぞっていうもう絶対受けるって時に出してくれたらうぇあのこのままこのままあのこのままの流れでその大喜利の反省をするのかもしくはちょっとあのオーディション形式でみんなにねあのちょっと今日寝てるけど面接官森本くんにオーディションで選んでもらうかそう面接官すごいな質問に答えるってことそうそうそう質問に質疑応答してもらってでまあ気に入ったらまあね今後もね続投するかもしれない合格ってことですかそうそうマジで形式のやろうから全員合格で早い早いちょっと待って待ってやりたいやりたいやりたい何もやってないそれをやりたいなんかやりたいやりたいはいあほんままだまだあれ、結果は合格ね。ありがとうございます。それなんだ。よし。リラックスしてやってくれ。終わりました。ありがとうございます。オッケーオッケー。僕はもう、もう続投、この形をもう続投するっていうのを懇願するから。懇願そうそうそう。こうやったら僕は寝てても大丈夫っていう。あ、なるほど。楽できるからな。先輩の優しさってことで。優しさ。優しさ。まあ、楽してるよね。一応まあ、もう結果決まっちゃってるけど、形式だけ面接します。そう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 。合格って言っといて、めっちゃ厳しいかもしれんから。ああ、そうやね。気抜くなよ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 。上から来るぞ、気をつけろ。気抜くな。これならして終わりやから、ほんまに。これならしたらもしかしたら終わりやからもう。ちょっと前のロシアと同じやぞ、あの人。チーンってくるからな、お前。油断させてやられんぞ。そうやね。チーンってくるから。気付けた方がいい。上半身裸で銃撃つね。それ誰それ誰あのさ、プーチン。あんま、プーチン、ほら。お前やめてよ、ほんまに。マザーテレサに続いて国際問題を。あれめっちゃ好きだけど、あんだけ鍛えてる人おらんよ。めっちゃあの体好きね。かっこいいやん。かっこいいよ。かっこいい、確かに。そう、僕もああいう年の時出したいもんな。確かに、確かに。そうそうそう。ヤフーニュース乗らへんかな。世間話してた。面接結構さなんか気づいたらなんか世間話して終わったなみたいな時ありますねまあまあまあラフに見られてたみたいななるほどリアクションそういうね審査されてるってことですよねリアクション誰かなっていうちゃんとチェックしてるわけやなそうそうしかもこれバラエティのほらあれやからもうちゃんと使えるかどうかっていう余計リアクションそうそうそうオーバーにどうなんですか。さっきのいい感じだったんですか。いい感じ、素晴らしい。ああ、よかった。大事なもんクリアちゃうのこれ。ね。そういうとこ好き。我も。チャレ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 あの。え、待って面接始まってないですよね。え、じゃあ面接官的には今のはオッケーなの。非常に好きや。あ、非常に好きや。そういうとこ好き。そういう会話オッケー。僕も好きやで。あ、そういう会話好きや。え、今日はグループ面接ですか。あ、グループ面接。グループ面接。もちろんもちろんもちろん。あの、まだ名前とかもまだ聞いてないけど、そうそう、大丈夫ですか。あ、名前知ってます。あの、で、名前知ってる。はい。プロファイルある。事前にだからあのもらったね、バインダーね、見てきてるんでね。あのなんかあのもらってるやつから質問とかしてもらっても大丈夫なんで。なるほどね。お願いします。全員4秒で自己 PR を。もらってるやつ見なくてもいいやそれ。4秒。4秒で自己 PR。
はい、まあでもおまけして 5.6 秒ぐらいまで大丈夫、うん、あ細かいとか大事やね、そう1秒そう、ね、元気あ素晴らしい、おい素晴らしい元気一番大事いいね、素晴らしいね、やっぱりはい、はい、陣アナゴ素晴らしい、こういうね、この地味ギリギリの攻めるとこいいね、僕やっぱり結局ね、ゲイじゃないけど好きやからね、はい 100% 勇気、いや素晴らしい、言ったからあったの元気勇気やる気乗るねいいねごめんなさい、フリップ使うんですかこれ、フリップ使わなくてもいいねんけど、いや、それ使ってもいいですよ、それ使ってもいいですよ、面接官がフリップ大好きやったから、意外にもこいつらコビ売ってるってことですか、そういうことになるね、まあ、それもトータルでね、そうなんですよ、はい、もうそういうこともアンリかもって、そういう引用よ、はい、はい、無敵で俺はブーやわ、それはいかんわ、はい、続いてそんなこと言っても無敵にはなんないよ、あれ、あの方ら同期じゃないの、あれただ今いいよ、そんなこと言ってもレベル1のままだからね、十分、十分4秒 PR はね、あんまりすごい楽しめた、よかった、ね、面接か、ね、面接か、頭回ってないけどエネルギーだけ半端ない、そうね、勢いだけで乗り切ろう、頭回ってないけど、もう勢いだけで乗り切ろう、頭は回ってないけど、十分はたっぷりだわ、これ普通にほらどんな人か知りたいから、まあ、そうそうだね、そうやっぱ今後付き合っていく上でね、どういうのが怖いから俊敏性とかも、そう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 、だから自分のパロメーターをちょっと書いてもらって、攻撃力とかいろいろ自分で、あれ、いろんな項目作っていいから、はい、100分配していいから、あ、分かる、100分配して、もう何個、そうそう、何個あれ作ってもいい、え、あ、ステータス100個でもいいわけやもんね、1個100でもいいし、そう、これ50、これ30、これ20とか、俺はこういう人やぞって、そう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 、これが一番そう得意で、得意分野とか苦手分野あるんやっていうのね、はいはいはい、見せてもらえれば、フリップ使うのもいいやで、裏ちゃん、裏ちゃん用意してたフリップを消すという今使わずに消すという、そう、消しちゃった、あ、使わなくてもいいよ、そう、口で言ってもらえたもんね、そう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 、そう、全然全然、それ大事やから、俺ちょっと気になってるから、あれいつ出るかと、そう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 、それ使いたいんだけど、ハードル上げられるとちょっと困る全然全然、いや、ハードル全然低いからね、だってもうみんなもう結果決まってるから、ほぼほぼそうそうそう、一応合格はもう決まってるわけです、そうそうそう、ほぼほぼもう結果決まってるから、はい、楽に気楽に、気楽にもう全然もうリラックスにいってくれたね、だから面接官今日あんま寝てるから、そんなに難しいことせんでも勢いあれば OK よ、たまに難しいこと言われるとちょっと考える時間あって、そうそうそう、一回止まるから、そう、分かんなくなる、ね、勢いでノリで乗り切れる方がいいね、これ強制シャットダウンありえる、うん、はい、だからね、いい感じでね、うん、だどういう書き方するのかっていうのも、ね、まあまあそう、グラフでもいいし、こうグラフで書くのか、こう何々、こう何々みたいな、ね、もしくは絵で書くのかね、わかんないけど、そう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 、もう力100とかで見分けば、そうそう、全然全然、俺はこれだぜみたいな、そうそうそう、割とね、みんなさん細かく書いてらっしゃるんですよ、うん、そうそうそう、うん、どんな人かやっぱ知りたいからね、うん、僕はね、まあ、ね、そうそう、はい、みんなよ、次は書くほど、はい、まあ俺のパラメーター簡単に言うとこんな感じですね、性欲100、他0一緒一緒気が合うなんで他の書いたあれ違うあやっぱあのグラフィティ五角形じゃないですか、しかもさ他のやつ、はい、人の良さ思いやり優しさ人徳でもクズ野郎やあれ、これ他のやつ一個もないあれ、いります他に、でも動物動物性欲じゃなくなった時はパラメータ変わるけど、性欲書きたことによって自分のこと全部いきますって、そうそうそう普段は他に広がってるけど、そう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 、性欲が入ってきちゃうともうこんななんかあの12時みたいになっちゃうんです、そう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 、ほらあそこがあざとさとかなったら、ほらまたちょっと、もうまたあもうないもんな、性欲ってやったらもう圧倒的にそこが強いっていう、そうそう、あれ分かりやすい、非常に素直ってこと、性欲の鬼が2人にもいるって結構大変だけどね、こっちは、いや大丈夫大丈夫、性欲も、はい、一応できました、はい、白さ5、腹黒さ5、乳首の黒さ1、持ってる AV の本数とマザーテレサの好き度で言うともう足りなくなりましたね、友達になりましょう友達になりとりあえずあの持ってる AV 見に行こうかな、はい、どうぞ、ね、どうぞこれでも基本的にマザーテレサ2の AV ですけどね、あーそっちの線ですね、そっちか、そんなあるマザーテレサ、マザーテレサに行くやつやん、あれそっちマザーテレサに行くやつやん、あれあれそれ月ないやつ、あれ話のやつですか、マザーテになるよ繋がったっすね、繋がった完全にお前もマークしたから、繋がったり、いや繋がった繋がった、でも乳首の黒さが1っていうのもいい、やっぱ乳首あれいいの、強がいいから、でもモカブラウンだとどうなる、1っすね、あ、それモカブラウン、じゃあモカブラウン、モカブラウンの1、いいね、あ、そうなんや、なるほどね、いい、あ、よかったね、非常にいい、あ、よかった、いいね、まずはテレサニーの AV ね、うん、あ、ちょっとあのウラちゃんまだなんですけど、ウラちゃん行きます、パブラちゃんできた、あ、行きます、あ、じゃあ代わりに書いておきましょうか、あ、代わりに書いてくれる、別に僕も自分のバロメーターだったらもう簡単で、もう2つマックスなんですよ、あ、2つだけもマックス飛び抜けてると、真面目、清純、もうこれだけで打ってくんでもうよ、お無理やそれは、なるほどね、はい、できました、あ、はい、松浦さんのアンリー無限大あだ名みたいな
これ好き、これは好き俺。いいね、いいね。それだけパラメータ代わりに書いてあげましたよ、今言えなかったでしょ。だから俺は代わりに言ってあげたから。あ、そう、アンリー無限大は言えない。6つり無限大ね、6つり無限大。あ、いいね、いいね、いいね。だから、まあ、それは楽しいかもしれないね。6つりをこう徐々にこうなんか、あれあんなキャラじゃなかったのにっていう、気づいたらもう、気づいたら性欲に染めてるっていう、そうそうそう。1年後パラメータなんですかって言ったら性欲全部って言ってる。いい、その方が好き。もう服もとピンクになってくる。そうそう、あ、いいね。いや、青春で売っていきたいね、よろしくお願いします。ピンクの、ピンクな青春で。まあ、でも、はい、青春で売りたいんやったらもうこの番組ちょっと向いてないかも。向いてないわ。この番組はもうなんかもうほぼほぼ R18 してやから。そう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 。今後ね、もう2017年度 R18 やから R18 して、うん、リンクの丸々 R して、そうそうそう、そういう感じになってくるから。男優育ちちなみに丸々ってこれモザイクじゃないですよね、これ。あ、これモザイク。あ、モザイク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 よ、あれ。そうそうそう、 R の丸々指定でもいいんじゃないですか。あー、それ行こう。はい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 。あ、それ行こうね。だ、今日の放送は R なんぼですよっていう毎回ね。はいはいはい、毎回行こう。 R っていう指定ですよ。 R 指定の緩くなったりするんだ。そうそう、緩くなったの。今日はなんか普通にそう、緩い時出ていいよ。そう、緩い時は正常やろ。ちょっと気になる。え、じゃあ R10 やったらどんな感じの会話なの。 R10 はとりあえず算数の、算数の速いよね。そうそう、計算ドリル全員でやって誰が一番速いかみたいな、はい、うん、ああ、そういうことね。そう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 、ごめん、なんかちょ、俺がちょっとあるかな、やらしい方向に。そうですね、そうですね、今変な感じだったね、今。よくない、ごめんごめんごめん、俺が悪かった、これは。これ何想像したんですか今。なんかね、多分ね、ロリの方言ってましたね。ちょっとなんかね、これはないないない、これは俺が悪かったわ。ランドセルごめんな。もう生きるロリ星人やから。意外とロリ星人、生きるロリ星人。そうそうそう、ちょっと待って、それちょっと危ない感じになるから。大丈夫大丈夫。ほんま。もう歩くロリコンやから。歩くロリコン。ジュラちゃん。たまに走るロリコンですね。歩くロリコン。歩くロリコン。全然いいねんけど、ジュラの普段の会話で放置してるともうえげつない人間になってっから俺。ある程度のラインを見極めてな、ほんまに。歩くロリコンはオッケーよ。まだオッケーよ。まだ、それはまだオッケーよ。全然大丈夫。まだせん、それはまだせん。そうそうそう。R10やからね、今。で、唯一買ってるもんロリコンだけど、ロリの子だけ唯一。そうそうそう、もう他のこと何も興味ないからね。羨ましいです。そうそうそう、だからもうあんだから、そうそう、だそういうのは親友の子がちょっと亡くなっちゃって、はい、ね、ちょっと重いけど、はい、お葬式やねんでとか、ね、はい、ほんなみんな出席しなきゃなとか、はい、結婚式でもね、いや、はい、いや、おやみたいな、はい、そういう時にもう冠婚葬祭、うん、冠婚葬祭、冠婚葬祭ね、完全にロリと合コンあるって言ったらもうそっち行くから、ね、白状。そうそう、まあそんな、いや、しゃーない、しゃーない、それはしゃーないってよ。いや、それはでもしゃーない、それはしゃーない。ツイッターのリプとかでロリコンの人どこどこ歩いてましたよ、そこ多分行っちゃうから。それはもうしゃあない。観光総裁無視で、うん。かっこいいですけどね。そう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 。そこまで貫いてたら。歩くロリやから。歩くロリ。歩くロリやから。じゃあなんならリオさんも性欲に全振りしてるって感じなの。いや、性欲じゃない。性欲じゃない。ロリっすよね。ロリロリロリ。性欲ないね。うん、そう、それかあのこう悟りでこう正午ロリみたいな感じで悟りは開いてる。正午ロリ。すげえ綺麗に。正午ロリ。今日なんか切れてんね。今日なんか切れてんね。文字の使い方うまいな。切れてる。今日すごいな。いいねいいね。今日すごいね。切れてんな。切れてるわ今日。持ちネタ。持ちネタ。正午ロリ。正午ロリ。今のやばいな。今のやばい。あれ今のやばいわ。今のやばい。すごい。悟り。今のやばかったら、ね、彼フリップ得意ちゃいます。得意だから、ね、歩くフリップちゃいます。歩くフリップ芸人、歩くフリップ芸人、そうよ、歩くフリップ芸人でしょ。歩く芸人なんだね。歩くフリップ芸人、芸人だった。そうそう、芸人だから完全に芸人になった。いいね、これマザーテレサで行くやつやろ、うん、マザーテレサで僕行きます。歩くフリップ芸人、歩くフリップ芸人。1年後ただの性欲。性欲モンスター。そうそうそう、アンリ無限があるんで。ああ、ほんまやね、アンリ無限ない。1年後もアンリ無限ないって言ってたらもう感心するけどね。誰も笑えへんけどな、それ。多分誰も笑えへん。笑う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 。1年間誰も忘れへんように、ちゃんとこの将棋忘れへんように、ちょっと1年間言い続けるだけで、言い続ける、うん、アンリ無限大、うん、そうそうそう、メモっときます。そうそうそう、こんな R な感じで大丈夫なんですか。もう全然もう行きますよ、大丈夫。今のとこまだけど R10 やろ。もう今日の放送でも R15 して僕やってる。あ、15、今日15なんだね。そうそうそう、ちょっとずつ上がっていくんです。そう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 、全然大丈夫大丈夫大丈夫、セーフセーフ。 R20 超えたらちょっとエグすぎてな、ちょっと放送できへん。まあちょっとさすがにね、もうずっとピーって音が流れる感じになっちゃうからね。15あたりで止めとかんと。 R20 は僕無修正のやつ流したいもん。うん、ああ、そしたらなんかグランプリやりません。修正はなくなりますね。そうそうそう、それはちょっと困る、大変やからね。困る、そう、なんか R18 グランプリみたいなのやりません。やる、ギリギリ攻める感じ。なるほどね。R1 に対抗して、はいはい、それそれいく、うん、それいいっすね、うん、そうそうそう、 R18 グランプリ。じゃあ R ほら、 ほら、うん、各 R 世代で、うん、どれぐらいがこのアウトな、あーあー、それが違うからね。そうそうそう、それを参考にこう放送見ていただければ。今日の放送は R 何々してですよって毎週言ってね。あ、
今日自分見れるわみたいな。あなるほど。今日自分見られへんけどこっそり見ちゃおうかなみたいな悪い子たちも。悪い子たち。そんなマニアックな番組にしていく。そうそうそう。毎週毎週年齢上げていきましょうよ。一個ずつ。あいいねいいね。じゃあ最終的に R100 みたいになります。そう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 。こういうの大丈夫ですか。ちょっと待ってくれるから。全然あと僕じゃあほんまに。はい。バイバイキーン。バイバイ。全員合格。怒られるって俺。全員合格。